アルフレッド・デビニアルフレッド・ド・ビニーは、フランスの作家、劇作家、詩人、貴族、フランスロマン主義の一員として知られる、フランスのトゥーレーヌ地方の都市ロッシュに生まれる、地方貴族の末裔だったが、革命の余波を受け霊落、ナポレオンの帝政に期待をかけ、軍人としての成功を夢見るが、1814年に、 この駅兵に将尉として入隊した時にはすでに復興制が始まっていた。1815年、この駅兵隊の解散に伴いこの絵歩み兵隊に移り、1823年に大尉に昇進、スペイン戦争に再始前線に派遣される。1828年に除隊。私生活では、その2年前にリディア・バンブリーというイギリス人の女性と結婚している。パリに赴き。 ロマン主義者たちのサロンの常連になる。1815年から詩を書き始める。1822年、最初の詩集を刊行、1826年、モーセ、コウズイ、ツノブエなどいくつかの詩編を増歩した審判を、古今詩集の台で観光。1837年にはさらに、雪、スービーズ夫人、フリガート館、パリ、モンモランシーの恋人たちを増補した。 ビニーの散文作品には以下のものがある。歴史小説、サンマールでは、独自の理想主義的な視点から歴史的出来事に改良を加え、一貫した物語を紡ぎ出した。小説に、ステロと、軍隊の復従と偉大の二作品、戯曲に、シェイクスピア、オセローの本案、ベニスのムーア人、ルイ13世時代の事件を題材にした、刺激、アンクル元帥夫人がある。 最後に、チャタートンは、自殺したイギリス18世紀の青年詩人、トーマス・チャタートンを題材にしたもので、大成功を博した。この劇で、キティベル役を演じたコメディフランセーズの女優、マリー・ドルバルにビニーは魅了された。1845年に、アカデミー・フランセーズに選出された。ただし、ビニーの選出について、ルイ・マティウ・モレからは猛烈な反対を受けている。晩年は孤独であった。 癌のため一年あまり病床に伏せていたが、1863年9月17日、パリで死去、モンマルトル墓地に葬られた。死終の第二巻である、運命は死後、1864年になってから刊行された。死後出版の作品としては他に、詩人の日記がある。これは、電気的文章や内政、草案などからなり、ルイ・ラティスボヌによって1867年に、 出版された。ロマン主義者の中でビニーほど自己を主張した作家はいない。ビニーの試作品の大半では高慢かつ嫉妬深い自我が表現されている。とはいえこの自我が表面に出ることは少ない。ある時はモーセとして、ある時はサムソンとして、またある時はイエスとして現れている。彼の劇作品のほとんどすべてはある、種の象徴をなしている。言ってみれば、彼の感情は、 もはや彼の個性に属するものではなく、感情表現が一般的な価値と射程を持つようになっている。この詩人哲学者にとって中心的な観念となったのは、天才には避けがたい孤独、人々の無関心、女の裏切り、我々の悪を前にした自然の平穏と神の沈黙、そしてこうしたものに対抗するためのストイックな定年だった。ビニーはしばしば勤勉で陰気な作家と評される。 文章はぎこちなく、霊感もない。ビニーは、わずか40点程度の試作品を残しただけだが、大半は凡用でたどたどしい。それでも10点、ないし12点ほど構成に残す価値のある作品がある。そして、これらは、フランス史の中でも最良に数えられるべきである。ありがとうございます。